夢は二人でおばあちゃんのすずです。ちいです。雑談動画、雑談動画、はい、今日はちいさんと撮ります。まーす。ということでちいさんに自己紹介をお願いしたいと思います。はい、すずのパートナーのちいです。すずの2個上です。はい、はい、でも私の方がだいたい甘やかされてます。こういうのがこういうのが好きっていう話をね、一人で撮った時にもしたこういうなんかちょっとキモカワなのが好き。でもちいさんと撮ったら1個増えますって話をしてあ、そうなの。そう、これがこっちの方、そうで、黄色ね。これが持っとくか。この子ね、毎日一緒だからね、ちょっとモサモサになってんのよ毛並み見て、毛並み、これこの子との違い、すっごい、すっごいふわふわなのにさ、毎日なんか携帯につけて通勤してるから。そう、一緒にお出かけ、お出かけじゃん、一緒にお仕事行ってくれてるの、この子、うん、かわいい。まあ、撮るときにこれはちょっと乗っけていこうかなと思ってます。はい、ちょっと距離あるな。ちょっと距離あるな。どんどん近づいていくっていう設定で。どういうこと？で、まあちょこちょこね、あの時間ができた時は2人で撮って、メインがうちで上げていくって形でやっていこうっていう感じです。メインディッシュ。はい。で、今日の動画は Tさんの紹介と。はい。まあ、動画を撮って、今までも動画撮ってるからね。あ、そう、動画の紹介が今二人のおばあちゃんっていうタイトルで VTube YouTube に Vlog を上げてます。よかったら概要欄から見てください。はい。で、前回の動画で最初なんでカンペ見とる。そう、ちいさんに今動画を撮ったら聞きたいことを、質問を私が考えたんですけど、ほう、それにちょっと答えるというのを今日一本撮りたいと思います、うん、はい。じゃあ、まあ動画撮って何年、何年、付き合ってすぐぐらいから一緒だって。7年撮ってんの？7年、もう撮ってないか、撮ってるか、5年は撮ってる、それぐらいは撮ってるかもしれないね。ちょいちょい長めのからちょっと最近短めのにしてねまあ最初はね、ディズニーの動画撮って、旅行を撮って、雑談撮っては消して雑談消しちゃうから、ね、なんかちょっとこうしっくり来なかったんだよねっていうのでやってきたんですけど、どうですか、続けて。なんか私はただ撮られてるだけだからあのいつも編集してくれてんのは集団なので。でも旅行中とかに動画撮ることとか。そうね、最初ちょっとそれで喧嘩したことあったもんね。うん、喧嘩、喧嘩っていうか、なんか動画のことばっかりで、あ、ずっと撮るのがね、楽しめないって。それでまあ常に撮るっていう、その日常を撮るっていうのはあんまやらなくなったんだよね、うん、家の中みたいな。結局記録、なんだろう、記録として残ってるの私も好きで、うん、写真とか結構撮るし、うん、なんか思い出のものとかすごい残す人だから写真残しすぎだよねめっちゃ撮るもんね、写真、うん、スマホにだからなんかそういうのあるから、動画も私的には作ってくれるのすごい嬉しいし、うん、後で見返すのも楽しいから、うん、あれだよね、だって普通にさ、毎年私がさ、うん、写真作ってるやん、写真集。ああ、そうね。私がこの写真集を、その1年を振り返った写真集を作ってて。あ、ごめん。だってこういうのも作るの好きだから、動画として残ってんのもね。顔が。顔入ってた。でも私のパッツン前髪。今パッツンじゃないからね。2022年。去年のやつね。これ毎年ね、作ってくれてる。そう、毎年、もう5冊目だね、これ。5年目、うん、
写真集作ってみたって動画もある、あったっけ、あると思う、確か載っけてたと思うんで、うん、また見てください。そう、なんか1年たった1年、金髪、そう金髪だ普通の旅行っていうか、みんなが普通に撮ってるスマホの写真記念撮影だよね、そういうのを1年間ごとにまとめてくれてて、そう1年なのに、あこれって今年だったっけ、うん、みたいなの結構あるから、うん、そういうのも自分で作ってても面白いから、そうだから動画で残してるのは私の方だけど、うん、地位に関してはもう写真集という形で写真を残してくれてるって感じだね、うん、欲しい人いる？いや、いないいないいない、あげないし、ま、そのじゃあ撮り続けることに関して特に違和感もなく普通。ちょっとね、最近は動画なんか自分磨きとかもうんちょっとしてたから、うん、自分磨きってほどでもないけど、まあ服とかね、自分がそう、化粧とかね、自分を好きになれるようにっていうのでちょっとこういろいろメイクとか頑張ったりしてたから、そういう意味でも、うん、撮られる意識的な、うん、なんか自分好きになった自分を残しておけるの、うん、成長見れるのはいいところはあったりはするよね。そうだね、今乗っけてはないけども、本当に最初ニコニコ動画とかに上げてた時のやつはプレプレのレッドとディズニーの3人と大人になったよなみたいなのはディズニーはだってあの推しがメインだったから、うん、自分たちよりもあまり自撮りをしなかったからね。そうだね、最近は自分たちを残してるから、うん、キャラものよりも、うん、そういう意味で見返してても、うん、うん、面白いかなって、なんかだいぶ成長してるなってのもあるし、うん、あなんかやっぱりショットントだから楽しいなっていうのもあるし、まあ基本動画撮るのもお出かけの動画がメインだから、大体、ね、お出かけするとね、うん、あのちょっとなんだ、いつもとは違う、日常とは違うお買い物系になるからね、うん、っていうのまとっている感じですね、うん、じゃあ2問目、はい、まあ、今後、まあ、基本的にちょっと前の動画でも私が話したんだけど、動画に関しては、まあ、基本的に企画というか何やるかとか全部私が主導でやってたりするんだけど、うん、その、まあ、動画カップル動画とかで私がやりたいことっていうのは、うん、ありますか？旅行とあと今後ペットを多分飼い始める予定ではいるから、うん、旅行は取ってるからそう、なんか沖縄のやつあげれてないから沖縄のやつちょっとねあげたいんだよね。なんかそういうなんか泊まりのね、うん、旅行のやつ、うん、あとはまああのあとね、そうだね、ネズミと爬虫類がいるんだけど、多分ネズミと爬虫類はね苦手な人も多いだろうからそう、あの職場の人に全然ネズミ のラットの可愛さを分かってもらえなくて、うん、伝えたらいいんじゃん、ラットの可愛さそう、結構その旅行動画を上げてて、まあ、今回雑談動画っていうのもやってみようっていう形でうちがやってんだけど、うん、その単発的なのでうちの子紹介的なのは、うん、その 愛の語り具合からするとうちじゃなくてうちの方がでかいからそう、ね、まあ、うちがカメラを持ってそのペット紹介してもいいんじゃない1匹ずつそうそうそう、あいいね、撮ってみようか。ちょっとポンちゃんはねちょっと今ポンちゃんもでもなんか頑張ってるのがさ、うん、残ってるといいんじゃないかなと思うよね、あんまり長く撮ってるのはちょっとストレスになっちゃう、だからパンちゃんはちょっと、うん、ただ夜行性が多いからね、あのライトつけれないし夜行性っていう状態だから夜行性っていうかなんかもう夜行性が多いっていうか全部夜行性だから全部夜行性だからね旅行ラットはね最近ちょっとお昼とか朝方も遊んでってやってるけど、うん、まあ、撮れる機会があれば撮れる機会があればかな。いや本当可愛いんだけどねラット。他にしたいことある？他にしたいこと、うん、お料理？いや料理は面倒かった、動画がキッチンとかのなんか配置とかもあるし、あ確かに料理は前やっててなんかそのそうだ、ね、
ちょっとすごい撮るのが本当にめんどくさいから書くと難しいよね。書くの難しい、すごいと思う、うん、料理やってる人すごい綺麗だしね、うん、やっぱ凝ってるし、なんか美味しいものとか特別な時あったら撮れればいいかなって感じかな。ビュッフェ行きたい、お出かけのね、お出かけのね、体調のってからねそれ今ちょっと体調崩してるからねでもそれくらいなあ、でもフィギュア紹介とか本紹介もやりたいなと思ってて、あ、そうだね、あ、そう、好きな漫画とか今ハマってるアニメとかの話したい、うん、でそれもじゃあどっかなんか自分の好きなものをひたすら語るみたいな、うん、長くなりすぎるんでこれはちょっとあの私の場合構成を考えてからやりたいけど、うん、好きなもの紹介とかねできたらいいね。ね、そんな感じかな。やったことない、やったことないっていうか、うん、まあ、うん、じゃあもう一個は、うん、まあ、今回の雑談動画に関しては、うん、どうですか？ん？雑談って 今みたいな話すものに関しては、うん、まあ、これはあの定期的にっていう疲れるから、まあ、基本的にうちが撮ってる合間に2人でいる時で調子が良ければ2人で撮るって感じなんだけど、疲れるじゃなくて疲れるね。あ、疲れる誰に疲れんだろうと思っちゃった疲れる、疲れちゃうから、ね、視聴者にもう今後こういうのは積極的にやりたいですか？でも話するの好きだから別にそれは大丈夫、うん、大丈夫っていうか、迷っていっ、なんかまあ話できることあるんだったら、はい、じゃあ最後、時間が15分ちょっと超えちゃったんだけど、ね、はい、じゃあ私の好きなところは何ですか？えそれ最後、最後なんでこれなんかあんまそういうの言いたくないいや、カップル動画だから好きなとこ、好きなとこ、だってみんながシュータのこと好きになったら困るからちょっと意味がわからないな何の好きなとこ、ちょっと私の中でとどめておきたいけど、じゃあ動画で今まで撮った動画で一番気に入ってる動画は？気に入ってる動画、うん、まあ、公開してる中でどれ公開してたっけなんかハロウィンの準備とかさ、なんか自宅で、自宅で載せてないわ、あれ載せない、最初のやつでしょ、なんかうちの前の家じゃなくて、うん、こっち来てからなんかさ2人でハロウィンのご飯作ったりとか、顔が映ってたから載せてないね、載せてない、うん、ご飯作ったやつでしょ、そうそう、なんだかんだでそういうなんか日常のやつ好き、好きなんかい、好きかも好きなんかでもやっぱあとディズニーとか旅行行ったりとかあとあれはお風呂の時、お風呂、お風呂撮ったっけ、お風呂撮ったことあるけど1回とか2回ぐらいかも、なんかゲームしたりしてるのとか、あ、載せてはないかもしれないね、なんか編集が難しくて、2人で TRPG とかもやりたい、回したりとかしてできないけど頭がね、まあ、DRPG をやってみて自分が頭が回らないなっていうのをつくづく感じてるから、私が思って GM をねやろうと思ってたんだけど、なかなか勉強する時間がなくて、うん、まあ、でもそれやりたいことかな、そうだね、うん、DRPG まだ続けたいなって、なんかダイソー振るのがめちゃめちゃ好きだから、うん、ダイソー振りたくなっちゃうと思うんだけど、シュタンの好きになったこじゃ一個ずつ言っていくわ、じゃあもうそんな時間ないかな一個いいからじゃあだから一個ずつ、そう、各回の各回ね、言ってくる、覚えてたねじゃあ一つ目は、うん、まっすぐなとこ、ありがとうございますなんかさ、好きなとこ100っていうさ、なんかあったあるよ、単語帳みたいなくれたわ、書いてね、何々してくれるとこって結構多かったから、ね、そうだっけ今度見返してみようかちょっと恥ずかしいから一人で見返してもらっていい、あ、お互い送り合ったものを紹介するのも面白そうだ、あ、手紙をね、手紙でもな、言えるところがあるからな、そういうのとかも、そうね、そういう話もじゃあまた今度できたらなと思います、やだちょっと2人だと20分やっぱ行っちゃうかもしれないけど、まあ、こんな感じで2人の動画も上げていこうと思います、はい、挨拶を考えると思ったんだけど、ちょっとじゃあ次回にしようと思います、はい、はい、マジバイバイ、バイバイ。